グレート・キャツビーはアメリカのサッカー F ・スコット・フィッツ・ジェラルドによる1925年4月10日出版の小説である。フィッツ・ジェラルドの代表作であると同時に、現在ではアメリカ文学を代表する作品の一つであると評価されており、モダン・ライブラリーが発表した英語で書かれた20世紀最高の小説では2位にランクされている。1924年に脱光。 1925年に刊行された本作は、フィッツジェラルドの最高傑作とされ、アメリカ文学史に残る傑作とされている。当時フィッツジェラルドは、作品の主要舞台となる、ロングアイランド、グレートネックにて不基本法な生活を営みつつ、本作を書き上げた。すでに、楽園のこちら側や、美しく呪われた人などで、アプレゲール文学の騎士として、 青年読者層を中心として高い評価を得ていたフィッツジェラルドであったが戦後ニューヨークの中で成り上がる田舎青年の奇跡を一末の日にと心からの賞賛をもって凝縮された3文で書き上げた本作も高い評価で受け入れられたフィッツジェラルド自身は後に本作についてほぼ1年分の仕事ではあったが自身は10年分の進歩を得たと語っているタイトル名の グレート・ギャツビーは当初、ローマの文筆家、ペトロニウスの書いた、サッキュリコンに登場するナリキン、トリマルキオから拝借した、トリマルキオ、または、ウエストエッグのトリマルキオなどが、タイトル案として挙げられており、フィッツジェラルドの本作着想の一端が伺える。放題は、グレート・ギャツビーのほか、華麗なるギャツビー、偉大なギャツビーなどの名称で刊行されている。舞台は1922年。 競争の20年代のアメリカ。語り手のニック・キャラウェイは、イエール大学を卒業後ほどなくして、戦争に従軍し、休戦の後に、故郷の中西部へと帰ってきたものの、そこで孤独感を覚えた。証券会社で働くことを口実に、彼は、ニューヨーク郊外のロングアイランドにある、ウェストエッグへと引っ越してくる。隣の大邸宅に住む J ギャツビーなる人物は、 毎夜豪華なパーティーを開いており、ある日ニックはそのパーティーに招かれる。しかし、パーティーの参加者たちはギャツビーについて正確なことをな一つ知らず、彼の過去に関して様々な流言飛語が飛び交っている。やがて、ニックはギャツビーと親交を深めていく中で、彼が5年もの間胸に秘めていた、ある思いを知ることになる。最後まで読み終わった時、私は悟ったのだった。 スコットが何をしようと、どんな振る舞いをしようと、それは一種の病気のようなものと心得て、できる限り彼の役に立ち、彼の良き友人となるように心がけねばならない。スコットには、素晴らしい友人がたくさんいた。私が知っている誰よりも、大勢いた。しかし、彼の役に立とうが立つまいが、私も、また彼の友人の輪の新たなる一員となろう。そう思った。もし彼が、 グレート・ギャツビのような傑作を描けるのなら、それを上回る作品だって描けるに違いない。現代はいずれも原作と同じ。1999年にメトロポリタン歌劇場の音楽監督のジェームズ・レバインのデビュー25周年を記念し、同劇場でオペラ化された作品が上演された。日本では宝塚歌劇団によって舞台化されている。詳細は別行。 華麗なるギャッツビーを参照。2016年に、羽原大輔の脚本、西清織一世の演出でのミュージカル、グレート・ギャッツビーが上演。主演は、内博隆。2017年には、小池周一郎の脚本、演出のミュージカル、グレート・ギャッツビーが上演。主演は、井上義雄。ありがとうございます。